皆さんこんにちは、ルカチャンネルです。本日僕は長野に来ております。本日長野で長野カップベイワングランプリ2024が開催されるということで、待ちに待ったイベントでございます。総勢ね100名以上の方が参加されるということで、かなりビッグイベントになっているんですけども、本日一日ね頑張っていきたいなと思っております。今日はですね、僕以外にもベイブレードの動画クリエイターさんも来ていますので、いろんな方とね交流して一日楽しんでいきたいなと思っております。それではねバトルの方やっていきましょう。いってらっしゃい。3, 2, 1, ゴーシュ。
よ。攻撃をリザードロックは避けている。うまく避け切りました。そしてポイントも落ち着いてきております。ポイントは外周をするか真ん中中心でとどまるか。ポイントが今ディフェンス動きをしてますね。カウンターを狙っているような動きをしておりますが、さあスタミナ勝負になってくるとどうなるのか。さあかなり安定して待ってるリザードロットスピンフィニッシュ。リザードロット1ポイント。リザードロットスピンフィニッシュ1ポイントです。ブレーダー瑞希に1ポイントが入ります。1対1に並びますが、すごくいい勝負です。はい、それではサードベイのご紹介をしたいと思います。ブレーダーエイタが使うベイはこちら、ヘルズサイズ 570DB エアベイです。続いてブレーダー瑞希が使うベイがこちら、フェニックスウィング 3870T。レディーセット。3、2、1、ゴーシュ。さて、割と落ち着いた始まりになりましたが、ヘルズサイズフェニックスの攻撃を避けております。さあ、スタミナ勝負にフェニックスは傾いてきました。体勢を立て直せるのか。さあ最後の力でカウンターで飛ばせるのかフェニックスウィング。それとも確実に守っていくのかヘルズサイズ。スピンフィニッシュ、ヘルズサイズに1ポイント。スピンフィニッシュ、ブレーダーエイタ1ポイント。1ポイントです。2対1。さて、3つのベイが終わりましたので、はい、その3つの中から順番を変えて、変えても変えなくても大丈夫です。それでもう一度、ブレーダーエイタとブレーダーミズキ、順番を変えたらケースに入れて僕のところに出してください。はい、ありがとう。それではベイがね、決まったようなので出していきます。お願いします。はい、まずブレーダーエイタが使うベイがこちら、フェニックスウィング 960P。 フェニックスウィング来ました。続いてブレーダーミズキが使うベイがこちら、シャープエッジ 160F。 お互い攻めている。すごい当たった気持ちですね。レディーセット。そして、惜しかったです。ブレーダーエイタも、ね、一生懸命頑張りました。シュートしました。皆さん拍手をお願いします。ありがとうございます。じゃあブレーダーエイタ、じゃあ熱い拍手をしてね。はい、皆さんありがとうございます。拍手をありがとう。じゃあ、ね、はい、それではブレーダーシュンとブレーダーヒロトの準決勝第2試合を始めていきます。ファーストベイク、ファーストベイクお願いします。ブレーダーシュンが使うベイがこちら、ヘルズサイズ 560O。 これはコロ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 ホームサービスのヘルズサイズですね。そしてブレーダーヒロトが使うベイがこちら、フェニックスウィング 470HN。フェニックスウィングの自給カスタムです。それではファーストバトルになります。レディーセット。フェニックスウィング1ポイント。
ちょっとシュートのねミスもあったかもしれませんが、はい、レーダーヒロトにちょっとブレ滑ってしまったレーダーシュート、まだ諦めないでください。まだ次のバトルが残っています。緊張でこのようなことも起こってしまうのが痛いと思っております。はい、レーダー、ヒロトに1ポイント入りました。続きまして、セカンドペイ見ていきます。ブレーダーシュンが使うベイブレードがこちら、ドランソード460T。 ドランソードアタックです。ブレーダーヒロトが使うベイがこちら、ウィザードロット 960B。 ここでウィザードロットが来ました。さて、ウィザードロットパプセルとかよし、セカンドバトルレディーセット。なんと一気に2ポイント、エンディングまでおらん。それではブレーダーシューンのサードウェアを見ていきます。オープン、ウィザードロット960B。 ウィザードロット来ました。続きましてブレーダーヒロトが使うベイがこちら、ドランバスター 160 ラッシュアウトですね。ドランバスターのラッシュ、ドランバスター来ました。皆さん大人気のバスター、アタックを決めるのか耐えるのか。それではサードバトルレディーセット。3つのベイを使いましたので、一度順番を入れ替えて、バトルと思います。早くもブレーダーヒロとはベイの順番が決まったそうです。お互いの点数を取り合っているすごくいい勝負と、はい、大丈夫ですか。それでは、フォースベイを見ていきましょう。ブレーダーシュンが使うベイがこちら、ドランソード 460T。 ドランソード、先ほどポイントを取ったドランソード。そしてブレーダーヒロトが使うベイがこちら、ドランバスター 160R。 締めている。お互いの戦いだ。お互いにアタック。それではいきます。フォースバトルレディーセット。3, 2, 1
失礼しました、ブレーダーエイタに3ポイント入ります。エクストリームフィニッシュが決まりました。しかし、まだ試合は終わっていません。はい、まだ終わってないですね。熱い声援が、熱い声援お願いします。ブレーダーシュンが使うベイブレードはこちら、ウィザードロット960B。 いきました、ウィザードロット。続きまして、ブレーダーエイタが使うベイがこちら、フェニックスウィング 960P。 フェニックスウィング。さあ、アタックとスタミナタイプのバトルです。次はセカンドバトル、レディーセット。中心で待ち構えるフェニックスキング。さあ、動きが変わった。エクストリームダッシュ変えました。変えましたね。おっと、大きな一撃、激しい。序盤はスタミナ勝負。どうだろうか。スピンフィニッシュ、リザードロット1ポイント。スピンフィニッシュ、ブレーダッシュ1ポイント取り返しました。それでは、サードベイ見ていきます。ブレーダー、シュンが使うベイブレードがこちら、ヘルズサイズ 560O。 ヘルズサイズです。続きまして、ブレーダーエイタが使うベイがこちら、ヘルズサイズ 570DB。 ヘルズサイズ対決、スタミナ対決です。ビットは O 対DB です。それではいきましょう。サードバトル、レディーセット。ワンポイント獲得ということで、ブレーダーエイタの、勝利ということで、皆さん拍手をお願いします。ブレーダーシューマね、頑張りました。ありがとうございます。みんな、みんなで拍手を、ね、お願いします。熱い拍手をありがとうございます、はい、すごい熱気ですね。ありがとうございます。お待たせしました。ブレーダーヒロトが使うベイがこちら、ウィザードロット 960B。 いきなりウィザードロットが来ました。続きまして、ブレーダーミズキが使う目がこちら、シャークエッジ 160F。 シャークエッジ、先ほどもこのシャークエッジでポイントを獲得してきました。それでは決勝戦、まだです。先生、失礼しました。深呼吸タイミングですね。決勝戦ですからね。最後いいですよ、お願いします。はい、それでは決勝戦やっていきます。決勝戦ファーストバトル、レディーセン。しかし、1回オーバーポケットに行きましたが、リリースしたということですね。バトルはスポートになります。はい、それでは、次のベイ見ていきます。ブレーダーヒロトが使うベイがこちら、フェニックスウィング 470HN。 フェニックスウィング。続きまして、ブレーダーミズキが使うベイがこちら、ウィザードロット 960B。ウィザードロット、ウィザードロット 960B のカスタムが非常に多く目立っております。それでは、セカンドバトル、
レディース。ブレーダー水木に3ポイントあります。皆さんジャッジのことを伝えてベイを用意していただくっていうね、ありがとうございます。それでは、ブレーダー、水木、失礼しました、ブレーダーヒロトのベイから見ていきます。せーの、はい、ドランバスター 160R 来ました。先ほど続きまして、ブレーダー水木が使うベイがこちら、フェニックスウィング 370T フェニックスウィングです。スウィングとドランバスター、はい、ドランバスターってなるか。それではサードバトル、レディースセット。スピンフィニッシュ、1ポイントでブレーダー水木優勝。おめでとう。大きな拍手お願いします。ブレーダーヒロトにも大きな拍手お願いします。緊張してたと思いますが、熱いバトルありがとうございます。リングラトル、はい、これで決勝トーナメントが無事終わりました。皆さんありがとうございます。最後じゃあ熱い拍手をお願いします。ありがとう。初めて1ヶ月、じゃああとね表彰式もありますので、なんかコメントをね多分お願いされるかもしれないので考えておいてください。じゃあ皆さんお席に1回戻ってください。ありがとうございます。大きな拍手をお願いします。はい、それではオープン大会の方の決勝の発表を移りたいと思います。ではブレーダーを紹介します。エントリーナンバー1番スバル、前の方行ってください。ブレーダースバルです。エントリーナンバー2番ブレーダーピム。なんかバスター倒してくれたの嬉しい。バスター倒しま、多分なんだろうな。そうです。俺も落ちた瞬間、かけましたから。はい。いや、聞いてよかったですね。最後の体験。いや、もう。はい。どっかの誰かと違うわ。レフトサイド。え？ました。俺の、俺に勝ったら絶対優勝してきますよ。三個決勝。さて、両選手はどういった。カスタムで3-4-3-4を組んできました。ファーストベイン、お願いします。はい、グレーダーティムが使うベイがこちら、フェニックスウィング 160R。 フェニックスウィング 160R です。続いてグレーダースバルが使うベイがこちら、ドランバスター 470R。 ドランバスター 470R。 ラッシュビットですね。両こちらもアタックしますとなっております。それでは準備はよろしいでしょうか。皆さん緊張の一瞬を届けてください。ファーストバトル、レディースセット。いまして、そこでバーストして外に飛び出たので、これはバーストフィニッシュの判定となります。ピムにブレーダーピムに2ポイントあります。それではセカンドベイお願いします。
はい、それではセカンドビーム見ていきます。ブレーダーピムが使うビームレードがこちら、ウィザードロッド 960B。 ウィザードロッド 960B。 続きまして、ブレーダースバルが使うビームレードがこちら、フェニックスウィング 960O。 フェニックスウィング 960O。 スタミナカスタム、スタミナカスタムですね。さあ、ブレードがアタックとスタミナ形状。それではセカンドバトル、レディーセット。3、2、1、5、シュッ。お互いまだ当たってはいないが、おっと、ザードロッドが待機運動をして今真ん中に戻ってきました。フェニックスウィングが、なんとオーバーフィニッシュで2ポイントを取り返しました。2対2となっております。それではサードベイ、お願いします。はい、サードベイ、ブレーダーピムが使うベイブレードがこちら、ティラノビート、360T。なんとランブーのティラノビート登場です。続きまして、ブレーダースバルが使うベイブレードがこちら、ウィザードロッド 160B。 ウィザードロッドに 160B 使います。ブレーダースバルはワンベイを勝ち抜きました。はい、さあ、ティラノビートランブーの最新ベイブレードとなっております。それではサードバトル、レディーセット。拍手を、皆さん大きな拍手をお願いします。ブレーダースバルが決勝へと上がりました。ファーストベイ、お願いします。はい、ブレーダーカンチが使うベイがこちら、フェニックスウィング 560R。 フェニックスウィング 560R です。ブレーダーナトモが使うベイブレードがこちら、ウィザードロッド 960B。ウィザードロッド 960D。 定番のアタックと定番のアタック。ファーストバトル、レディーセット。こちら、ヘルズチェイン 960O。 ヘルズチェイン、初めて決勝の舞台で今登場しました。続きまして、ブレーダーナコモが使うベイブレードがこちら、ドランファスター 360LF。 ヘルズ対ドランバスター。さあ、大人気ドランバスター VS ヘルズチェイン、ブレーダーカンチは守りきれるのか。それではセカンドバトル、レディーセット。ブレーダーカンチが使うビームレードがこちら、ウィザードロッド
160B リザードロッド。続きましてブレーダーナコモが使うベイブレードがこちらフェニックスウィング 160R フェニックスウィング。ブレーダーカンチはね、全体的にスタミナのねベイブレードでまとめてきました。そこに差し込むのがブレーダーナコモ。それではサードバトルレディーセット。決勝です。ありがとうございます。ブレーダーナコモにも大きな拍手お願いします。はい、はい、じゃあ続きまして、3位決定戦に移りたいと思います。ブレーダーピム登場お願いします。ブレーダーピム。ブレーダーピム。続きましてブレーダーナコモ。ブレーダーナコモ。はい、それでは3位決定戦ねやっていきたいと思います。ファーストベイお願いします。はい、ブレーダーナコモが使うベイブレードがこちらフェニックスウィング 160R フェニックスウィング 160R。 続きましてブレーダーピムが使うベイブレードがこちらフェニックスウィング 160R。 同じパーツ構成で頑張っております皆さん。さあ、あとはね腕が試されるわけです。皆さんどうか最後で見守ってください。それでは3位決定戦ファーストバトルレディースセット。ブレーダーキム1ポイント獲得です。ではセカンドベイお願いします。はい、セカンドベイブレーダーナコモが使うベイブレードがこちらドランバスター 360LF ドランバスター 360LF。 続きましてブレーダーピムが使うベイブレードがこちらティラノビート 360T ティラノビート来ました。セカンドバトル、レディース。セこちらリザードロット960B リザードロット960B。 続きましてブレーダーピムが使うベイブレードがこちらリザードロット 960B リザードロット 960B 対決。めちゃめちゃ仲良しですね。パーツのカラーも同じということでジャッジも非常にこれ大変なんですけど、見ていきたいと思います。はい、サードバトルレディーセット。おっと危ない。
か。リザードロット 960B リザードロット。続きましてブレーダーピムが使うベイブレードがこちらフェニックスウィング 160R。 さあここでアタックとスタミナに分かれました。ナコモはブレーダーナコモは手堅く1ポイントとですね。はい、それではフォースバトルレディーセット。アタックで取り返した。おっと、フェニックスウィングが戻ってきて2ポイント。なんとどちらもオーバーしたかに見えましたが、なんと最後リバースしたのでピムに2ポイントが入ります。3対3並びました。次で泣いても笑っても最後のベイトになります。リスベイお願いします。はい、ブレーダーナコモが使うベイブレードはこちらフェニックスウィング 160R。 フェニックスウィング。続きましてブレーダーティムが使うベイブレードがこちらリザードロット 960B。 リザードロットです。アタックで決めきるのか、それともリザードロットが守りきるのか。フィフスバトルレディーセット。では決勝戦の方に行きたいと思います。オープン大会決勝戦、ブレーダースバル2年越しに戻ってきました、この舞台に。もう一人のブレーダーはブレーダーカンチ。長野代表カンチでございますね。はい、それでは1じゃんけんをお願いします。はい、1問決まりましたということで、はい、決勝戦ですね、これが。はい、これで終わりですよね。はい、それで、オープン大会の1位が決まります。はい、これで優勝した方がオープン部門1位ということでね、伝説の回になることを期待しております。それではファーストベイブお願いします。はい、ブレーダーカンチが使うベイブレードがこちらヘルズチェイン 960O。 ヘルズチェインをファーストベイブに選んできました。続きましてブレーダースバルが使うベイブレードがこちらフェニックスウィング 960O。 フェニックスウィングスタミナカスタムです。さあ、
耐え切りたいブレーダーカンチとカウンターで決めたいブレーダースバル、どうなるのか見ていきましょう。それでは決勝戦ファーストバトル、レディーセット。セカンドブレイクお願いします。はい、セカンドブレイク、ブレーダーカンチが使うベイブレードがこちら、フェニックスウィング 560R。 フェニックスウィング 560R。 対するはブレーダースバルが使うベイブレードがこちら、ドランバスター 470R。 ドランバスター 470R。 アタック対決です。セカンドバトル、レディーセル。3ポイント。ブレーダースバルは、ね、主人公タイムなんで、こっからということで皆さん期待していてください。ブレーダーカンチはこのまま守り抜けるのか、まだ分かりません。それではサードベイお願いします。はい、ブレーダーカンチが使うベイブレードがこちら、ウィザードロッド 160B。 ウィザードロッド 160B。 続きまして、ブレーダースバルが使うベイブレードがこちら、ウィザードロッド160B。 なんとここでウィザードロッド対決、しかも同じカスタムか。同じカスタムですね。はい、ここでブレーダーカンチが1ポイントを取って勝利するのか、それともブレーダースバルが取り返すのか、いきます。サードバトル、レディーセット。フォースベイお願いします。はい、ブレーダーカンチが使うベイブレードがこちら、
ウィザードロット160B。 ウィザードロット160B。 さあここでブレーダースバルが逆転を期待して出すベイブレードがこちら、ドランマスター。ドランマスター、熱いぞこのバトル。ブレーダー感じはね、手堅く1ポイントで抑えたいと、はい、1ポイントで守りきるのか、ドランマスターのアタックが決まるのか。ジャッジとしてね、これ立てるここね、めちゃめちゃ期待しております。まだ勝負は分かりません、ね、それではフォースバトルレディーセット。はい、ということで皆さん、今日1日目、長野カップ J1 グランプリ2024ということで、楽しんでいきました。僕個人的にはね、まああんまりいいバトルはね、ちょっとできなかったんですけども、めちゃめちゃね、楽しいね、1日になりましたということで、まあいろんな方たちとね、交流もできましたし、お写真も一緒にね、撮らせていただきましたのでね、今日も1日本当に最高の思い出が残りました。最後もね、ジャッジをさせていただいたりとかね、スタルキルさんと、コラボでジャッジもさせていただいたりしましたのでね、本当にね、最高な思い出となりました。またね、公式大会の方ではね、成績をね、頑張って残していきたいなと思っておりますので、引き続きルカチャンネルをよろしくお願いいたします。ということで、本日の動画ね、この辺で終わりにしていきたいなと思っております。このルカチャンネルではですね、ベイブレード X の最新情報や商品レビュー、それからイベントに行った際の映像、そしてシネマティックなベイブレード X の映像表現やっておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ルカチャンネルルカでした。バイチャ。